コリガラスコロネトゥスヘビトンボはヘビトンボメヘビトンボ科に分類される昆虫の一種。ヘビトンボ科の昆虫を総称してヘビトンボということもあるが、その場合はヘビトンボ類の意である。日本、中国、韓国、台湾、タイ。成虫は体長40ミリメートル、羽を広げた左右の長さ100ミリメートルと、この類では大柄な昆虫である。 ナラ類などの紅葉樹の樹液を主食とする、乳白色の羽を持つ。体に比べて大きな羽である天はカゲロウに似た、昆虫で、大顎が大きく噛みつく力も強い。単眼の基部は黒い。和名のヘビトンボという名前の由来は、大顎で噛みつく習性をヘビになずらえてつけたものである。幼虫は渓流に住む、水性昆虫で、体は細長く、 頭部は頑丈で顎が強く発達する。腹部には体節ごとに一体のエラー足が出る。幼虫は一般に、正常な河川の中流域より、上流に生息することから、川ゲラ目や飛びゲラメ等に属する多くの種と同様、精烈な水質の指標生物の一つである。強い肉食性で、この幼虫が一匹いると、周囲から他の水生昆虫がいなくなるとも言われ、 その姿から皮むかでなどとも呼ばれる。噛みつかれると膨れ上がってしまうほどの威力があるが、むかでのような毒は持たない。妖火に際しては陸上に這い上り、岸辺の石の下などに潜り込んでサナギとなる。なお、サナギにも大顎が発達し、サナギをいくつか一緒にしておくと、仲間同士で噛み合って殺し合う習性があると言われる。成虫は10日にもよく飛来する。幼虫は古くから、 孫太郎虫などと呼ばれ、子供の勘に効く民間役になる。かつては宮城県白石市の西川の特産とされ、江戸時代に土地の人はこれを炙って趣向にしたという。1930年代までも、欧州祭川名産孫太郎の触れ声で行商されていた。また、長野県稲市付近では、幼虫を珍味のザザムシの一種として食用とする。 大陸クロスジヘビトンボの幼虫ヘビトンボ科の昆虫を総称してヘビトンボということもある。日本に産するとされるヘビトンボ科は以下の通り、ありがとうございます。